はい、こんにちは。まえチャンネルまえはるです。今日ですね、エイジングの小学校で運動会がありまして、かなり日焼けして顔が赤くなってますね。エイジングはどうかな、ちょっと赤いかな。手とかもうすごい、すごく黒くなってね。パパも赤くなっちゃってるけど、もともとパパはね、色白いから赤くなりやすいんだけどね。まあそれはいいや。今日はこちらでございますね、仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ TK10 仮面ライダーチェイサーです。はい、ついにタイヤ交換シリーズの仮面ライダーチェイサーが出ましたね。ずっと待ってました。これね、期待してますよ。チェイサーかっこいいからね。マシンチェイサー自体もかっこよかったし、この仮面ライダーチェイサーもね、楽しみだね。危険タイヤが付属してる、ね、あ、そうだね、危険タイヤが付属してるのと、あと信号アックスも入ってるみたいですね。あ、こっからずっと見える。これ、では早速開けていきましょう。よいしょ。よし。どうですか？どう？かっこいいね。かっこいい。ああ。おお。はい、こちらがタイヤ交換シリーズの TK10 番仮面ライダーチェイサーですね。かっこいいね。触覚もちゃんと4つついておりますね。やっぱりマシンチェイサーがこうパーンってパージしてね、後だからちょっと紫とか残ってるよね。いい感じだね。かっこいいじゃん。かっこいい。ああ、いいね。お腹の方にはハドライバー、こっちの肩にはですね、チェイサーのマーク、ドクロのマークついてるんだよね、まだ。これちょっと見えないかな。そしてマシンチェイサーと同じように、仮面ライダーチェイサーは背中にタイヤがつくようになってるね。はめてみようか。まずチェイサー用のタイヤをはめてみてください。ああ、お、回る回る。ちゃんと横に紫ついてるよ。そうだ、ね、メタリックで。そうだね、チェイサーっぽいよね。はい、こちらが信号アックスですね。パーツはですね、軟質でできているので柔らかめです。ただ、塗装はいまいちだね。ちゃんとされておりません。ただ結構でかいね。思った以上にでかいパーツになっております。そしてこれが危険タイヤですね。これはマッハに使うやつだね。じゃあこのチェイサーにちょっとこの信号アックス持たせてみようか。はい、ということで持たせてみました。いいね、かっこいいね。かっこいい。おお、いい感じですな。いい感じあとライドチェイサーにもちょっと乗せてみようか。はい、ライドチェイサーに乗せてみましたね。なかなかかっこいいね。でもどっちかっていうとやっぱマシンチェイサーの方がいいかな。マシンチェイサーの方が全体的にダークだからね。でもかっこいいじゃん。はい、ドライ、はい、メガライト。おいおいおい、またお前かよ。とてもじゃないけど勝てないんだよ。この俺が相手だ。人間を守るのが仮面ライダーの使命だ。あ、ありがとう、助かった。これから共に戦おう。あ、よしこ頼む。はい、ということで今回は仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ TK10 仮面ライダーチェイサーでした。